BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉です。よろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんに BMX の大会の情報をお届けしたいと思います。でそしてですね、まあ、今日、ご紹介する大会がですね、来月、まあ、これ配信する時にはもう9月になってるかもしれないんですけれども、9月の19日、まあ、4連休あると思うんですけれども、その初日、19土曜日、20日日曜日、21日月曜祝日、この3日間ですね、岡山県で BMX のパーク、そしてフラットランド、この2つの全日本選手権が開催されることになりました。はい、まあ、今年はね、いろいろありまして、まあ、この大会もね、なかなか難しいかなという状況だったんですけれども、まあ、JFBF、はじめですね、まあ、いろんな、方々が動いていただいて、まあ、今回全日本選手権も開催できるという運びになったということですので、まあ、ぜひね、皆さんにはその情報をお伝えして、まだね、エントリーも受け付けてますし、出場しなくても、観覧も無料になっておりますので、まあ、ぜひね、僕も、まあ、初日だけはね、行けるので、まあ、ちょっと行こうかなと思ってるんですけれども、皆さんもね、ぜひ、まあ、出場したり、まあ、もしくは見に行くだけでもめちゃくちゃ楽しいと思うので、ぜひ、今日の情報を参考にして、ぜひですね、4連休は感染症対策もしながらですね、岡山も検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速、まあ今回の大会どういうものなのかっていうのをご説明していきたいと思うんですけれども、全日本選手権。まあいわゆるもう全国大会ですよ。うん。で、これはですね、東京オリンピック、まあ前回、今年ですね、まあ流れて来年になってますけれども、まあそういった全日本選手権っていうのが、まあいわゆる世界選手権に出るためにランキングが必要だったりとか、またオリンピック選手を誰を代表に決めるかっていうのも、こういう全日本選手権のランキングとかが重要になってくるので、まあ、かなりね、本当に日本のトップライダーが集結してランキングを競うような全国大会となっております。この全日本選手権ってトップライダーだけじゃないんですよ。だけじゃなくて、もちろんその下のカテゴリーとかアマチュアクラスみたいなのとか、あとはね、キッズクラスでも、まあ、細かく年齢分かれてたりとかね、小学生ぐらいとか、まあ、もしくはもっと小さい年齢とかっていうのも分かれてたり、あとはガールズ、クラスとかっていうのもあるので、まあ、そこら辺もね、今回はちょっとご紹介しながら、まあ、ぜひね、皆さんこれね、見ていただいて、大会ちょっと出てみようかなという方は、本当気軽にね、出ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、今回まずですね、最初に、今回の大会の詳細をお伝えしておくと、先ほど言ったようにパークとフラットランド2種類の大会になるんですけど、まずですね、フリースタイルパークが9月の19、20、21の3日間行われます。こちらがですね、岡山市の岡山市役所ですね、市役所でやります。でも街中にあるんですよ、もちろん市役所なんで。で、その市役所の、おそらく、まあ、前回と一緒だとすれば、市役所の前の駐車場みたいなスペースがあるんですけど、そこに、パークを作って、そこで大会を行うという形になると思いますので、そういう感じになっております。そして僕もやってるフラットランドの方はですね、こちらは2日間です。9月19日20と、土日ですね、この2日間で行われます。で、場所が、ちょっと変わってまして、今回はですね、イオンモール岡山の1階ですねの、未来スクエアっていうところです。おそらく、まあ、イベントスペースだと思うんですけれども、そこにステージを作って、フラットランドを行うという形になっております。で、この岡山市役所とイオンモールってもう目の前なんですよ。だから両方見れるんですよ。なんかね、空き時間にちょっとこっち行ってとかも全然できる、距離なので、ぜひね、両方、まあ、楽しんでいただきたいんですけれども、フラットランドに関しては、まあ、室内なので、まあ、特に天候にも左右されないし、空調も効いてるんで、快適に見れるという点もポイントです。まあ、僕はね、まあ、一応両方行こうとは思うんですけど、フラットランドメインで、ちょっと映像等も撮りながら、観戦にちょっと今回は行こうかなというふうに思っております。今回の全日本選手権なんですけれども、エントリーはすでに8月22日からスタートしておりまして、で、まだ受付はしてます。こちらがですね、9月1日、エントリー締め切りが9月1日の火曜日までとなっております。もしかしたらこの映像が、出る時にはもう締め切ってる可能性もあるんですけれども、まあ、間に合う方はね、ぜひエントリーしていただければと思うんですけれども、まあ、一応ね、今後のためにも、この全日本選手権はですね、年数回行われてます。で、まあ、今年はね、ちょっといろいろあって、
まあちょっとばらつきがあったんですけれども、一応来年度も含めて、行われていきますので、まあちょっとそれもね、参考にしていただきたいので、今回はですね、全日本選手権に出るためには何をすればいいのか、どういう準備をしていけばいいのかっていうのを、簡単にご紹介していきたいと思います。で、まずそもそもですね、この全日本選手権どこが主催してるかっていうと、JFBF っていう団体が主催しております。で、これがジャパンフリースタイル BMX フェデレーションの略なんですけれども、まあ、そこがですね、BMX フリースタイルのパークとか、あとはフラットランドの大会の主催運営とかを、してくれたりしております。で、そのまあ団体が主催してるまあ公式の大会なので、登録が必要なんですよ。要はね、登録っていうのが必要になります。なので、まあ、JFBF って検索してもらったら、もう一番上に、ホームページが出てくるので、まあ、そちらから、すべてね、情報、または申し込み等できるんですけれども、その JFBF の、登録選手にならないといけないので、そちらにまず登録をしましょうと。で、その JFBF の登録費っていうのが年間で2000円だけかかるんですけれども、ただですね、まあ、今回、ま、いろいろ、まあ、こういう世の中こういう状況ですので、まあ、大会の運営も不安定な部分もあると。あったということですので、今年度に関しては2019年、まあ、前回すでに登録をしてて2020年に継続をすると、まあ、こう更新しないといけないんですけど、そういう方に関しては、今年のまあ2000円分っていうのは免除されるそうです。なのでまだね更新してないよと、まあ、僕もそうなんですけど、更新してないよという方は、今年度は無料で更新できるようになっておりますので、まあ、更新しておいていただければというふうに思います。で、一応まあ本来であればその2000円の登録料っていうのが必要になります。で、これには保険料とか大会で怪我した時とか入院した時の保険料が含まれてたりとか、で、あとはまあ登録事務手数料、まあ運営していくための手数料っていうのが含まれるという形になります。まあ言っても年間で2000円なので、まあかなり安いので、まあぜひね、大会出る方はまあ登録まずしておいてください。そしてですね、まだ出るためにはもう一個登録が必要になります。それがですね、JCF への登録が必要になります。JCF。で、JCF っていうのが、日本自転車競技連盟のことなんですけれども、そちらへの登録も必要になります。なので、JCF、そして JFBF、この両方の登録を持って、大会にエントリーできるという流れになりますので、まあでもすぐね、登録は速攻できます。JFBF のホームページに行ってもらったら、両方ね、JCF の登録と JFBF の登録の画面があるので、そこから、まあ必要事項、まあ名前とか住所とかだけ入力してもらって、メールをポンと押してもらうと、まあすぐ完了できますので、まあぜひね、登録はしておいていただければと思います。でですね、まあ冒頭にも申し上げたように、この全日本選手権ってトップライダーだけじゃなくて、いろんなカテゴリーがあるので、まあ誰でもね、楽しく、気軽にね、参加できる大会になってるんですけれども、まあそのカテゴリーっていうのをちょっと細かくね、解説をしていきたいと思います。一応パークとフラットランド、まあ、若干違うので、まあ、それぞれ説明していきたいんですけれども、まずね、パークの方。パークですね。で、パークのカテゴリーがこちらになります。で、まず一番上のエリートクラスっていうクラスは、まあ、いわゆる一番上のクラスです。トップライダーとかが出るようなクラス。で、15歳以上から出れるクラスになってます。男女とも、出れるクラスっていうのがエリートクラスになります。で、その下、まあ、これは次のはね、パークだけなんですけど、フラットにはないんですけど、30オーバークラス、30オーバー、30歳以上。これ前回なかったと思うんですけどね。まあ、30オーバーなんで、1990年1月1日生まれ以上のライダーが出るというものになっております。で、そして次がですね、16オーバークラス、16、16歳以上。なので、まあ、高校生ですね。高校生以上のクラスっていうのがあります。で、そして続いてが13歳から15歳のクラス。なので、まあ、中学生クラスですね。いわゆる、中学生クラス。で、その下が、10歳から12歳。まあ、小学校、高学年ですかね。のクラスになってます。で、その下が、7歳から9歳クラス。で、そして、5歳から6歳クラス。最後一番下が、4歳以下のクラス。っていう形で、かなりね、細かく分かれております。で、一応、ホームページ上では、こういったカテゴリーになってるんですけれども、エントリーフォームを見る限り、ですね、一応、ガールズ、まあ、さっきのエリート男女、女性でも出れるんですけれども、ガールズクラスっていうのが別で設けられてます。で、ガールズクラスは2つあって、ガールズハイクラスとガールズロークラスっていう2つのクラスになってます。なので、女性の方でパークに参加したいっていう方は、まあ、こっちに、出てもいいんじゃないかというふうに思います。はい、続いてですね、フラットランドのクラスの説明に参りたいと思います。そちらのカテゴリーがこちらになります。
パークとはね、ちょっと違うんですけれども、フラットランド。まずね、これは一緒なんですけど、エリートクラス。一番上のクラス。で、これも15歳以上。ここは一緒です。15歳以上の男女のクラスになっております。で、続いてが16オーバー。16歳以上のクラスっていう形になるので、まあ、ここが実際、まあ、いわゆるエリートクラスがあって、まあ、その下のクラスみたいな、まあ、上級者で中級者みたいな感じですかね。イメージ的には。そういう感じで捉えてもらってもいいかもしれません。で、その下が13歳から15歳クラス。まあ、中学生の部みたいな感じのクラスになってます。で、最後がですね、12アンダークラス。なので、まあ、小学生以下の方のクラスっていうので、フラットランドはその枠で分けられている感じになっております。で、パークとフラットランド紹介したんですけれども、まあ、それぞれのエントリー費、まあ、参加費ですね。この大会、今回の大会にかかる参加費っていうのが、エリートクラスが5000円の税込みになってます。で、エリートクラス以外のクラスに関しては、すべて一律で3000円の税込みの価格になっております。で、まあ、これはね、もちろん公式の大会になりますので、まあ、しっかりとしたランキングも残りますし、まだね、大会出たことないよとかいう人も、本当にね、気軽にかなり細かくカテゴリー分けられているので、特にキッズのお子さんとかは、ぜひね、どんどん参加をして、やっぱりね、大会にまず出て、まあ、そこで刺激を受けて、見に行くのももちろん刺激になるんですけど、出る方が刺激になります。ライダーにとっては出ていろんなライバルと出会ってとか、まあ、そこでのコミュニケーションを取ってもっとね刺激をもらって、でそれでまた、地元に持ち帰って練習頑張って次の大会に備えるみたいな形で、ぜひねモチベーション上げるためにもね大会には参加していただければというふうに思っております。でまあ僕もまあ、最初にね申し上げたように、おそらく予定では19日土曜日の初日は、岡山の方に行こうかなと、行けるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、ぜひね、このラッシュチャンネル見てる方、もしね、ラッシュのメンバーは僕も含めですね、見かけたらぜひね、気軽に声をかけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日は BMX のパーク、そしてフラットランドの全日本選手権の大会情報、そして、その組織ですね、JFBF、そして JCF、そちら2つの、登録方法をご紹介させていただきました。そして現在ラッシュチャンネルでは皆さんからの動画を募集しております。皆さんのメイク動画、クラッシュ動画、ハウトゥーメンテナンス、バイクチェック等々、ジャンルを問わずですね募集しておりますので、そちらは概要欄から受け付けておりますので、どしどしご応募いただければと思います。ということで以上 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨泉でした。ご視聴ありがとうございます。ゆういちさん、初メイクおめでとうございます。スチームローラー、まあ、3ヶ月ということだったんですけれども、非常に安定感のあるスチームローラーで、しかもね、なんか乗ってるところめっちゃ見たことあるなと思ったんですけど、渡辺一郎さんがね、よく朝練で乗ってた、まあ、今最近は違うところ乗ってんかな、乗ってたとこですよね、多分長野県ですかね。ね、あの名スポット、誰もが知る、誰もが見たことあるスポットですね。やっぱり渡辺栄一郎さんといえばもうレジェンドライダーですので、まあそういったねライダーも近くにいると思いますので、まあ、一緒に乗ってるのかなわかんないですけど、ね、すごいいいっすね普通に僕もちょっと行きたいですけれども、まあ、ぜひね、まあ、今後も、まあ、スチームローラーできたら次はまあエルクグライドとか、まあ、いろいろそういった系のねトリックになっていくと思うんですけれども、そちらも引き続き、練習頑張っていただいて、またね新しいメイクができたらぜひね動画をお持ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上、BMX のチームラッシュパフォーマーの巨泉でした。ご応募ありがとうございました。